東京都立松沢病院とは東京都世田谷区にある医療機関である。東京都が設置、運営する病院の一つであり、精神科専門病院であるとともに、他の各診療科を備えた総合病院となっている。精神科の専門病院として知られる。それまで東京市菅もにあった精神病院、東京府菅も病院が1919 19年に、 現在地に移り、東京府松沢病院として診療を始めたのが始まりである。松沢病院は敷地面積が6万千坪で、文棟式の建物が並び、当時から解放病棟や作業場が建てられているなど、先進的な精神病院として開院した。現在は東京都の精神科応急入院指定病院となっている。また、 東京都災害拠点病院に指定されている。診療の対象は原則として15歳以上であり、14歳以下の場合には東京都立省に総合医療センターを紹介する。2012年5月、新たに建設された病院本館診療棟が開業した。これに伴い、身体疾患を合併した精神病患者を管理する精神科身体合併症医療や薬物依存症、 アルコール依存症医療のための病床が増設された他15から25歳の患者を対象とした青年期病棟が新設された。松沢病院の前身は明治5年に東京府本郷に設置された養育院に始まる。その目的は明治政府樹立後の内戦や廃藩治験による混乱によって生まれた不老者や行き場のない病人を収容することにあった。 1879年7月に養育院が東京府神田に移転した際に収容者を調査したところ120人中68人が精神疾患者であることが判明し、彼らの収容目的として同年7月に東京府上野の上野恩師公園に建てられた東京府天教院を設立する。初代院長は東京府病院長長谷川康氏である。 その後1881年8月に、本郷区向ヶ丘。1886年6月に、小石川区菅も加護町に移転。第3代院長には、東京帝国大学以下、大学精神病学教室初代教授に就任した、坂木はじめが兼任する。1889年に、東京府菅も病院と解消。1901年に、 東京帝国大学精神病理学講座主任教授、小日出像が菅も病院院長を兼任し、病院改革を始める。大きな改革は次の通り、拘束具の使用禁止。それらをすべて焼却処分する。患者の室外運動の自由化から、看護職員や家族が付き添い、病院構内での運動を自由化。旧来の看護官を持つ、看護長など、 リーダー格の職員を更迭し、看護職員の人員と意識の刷新を図る。新しい看護長には、以下大学附属病院で看護学講習を聴講させ、看護技術の向上を図る。患者処遇の改善と治療方針の刷新。作業療法の積極的活用。病棟の増改築の実行。1916年、 東京帝国大学精神病理学講座が菅も病院から分離。1919年11月7日に江原郡、松沢村に移転し東京府松沢病院になった。敷地面積は6万坪。これは5が入院患者を約600名とする予定で患者さん1人100坪。全部で6万坪が必要と東京府に要請したものが承認されたため。 各病棟は肩をしており、閉鎖病棟の患者も中庭には出られる構造になっている。1943年7月の都政開始とともに、現在の名称になる。1949年、公務員法による国家公務員と地方公務員の兼職禁止により、院長、内村博之が退任する。東京府、松沢病院立成順は1958年に、 戦争中の松沢病院入院患者死亡率を発表し、第二次世界大戦敗戦の1945年に東京都立松沢病院に在籍した1169名中478名が死亡し、年間在籍患者数に対する死亡率が40.9%と発表した。岡田康夫はその他の病院の死亡率を検討し、 戦前の精神科病院における死亡率近代庶民生活史20病気衛生226から24031処九1995で死亡率に影響を与える要因として病院経営が安定すると死亡率が減少する太平洋戦争前は米価が上がると活気による死亡率が上がると記載し赤利腸フス 流行性官房より影響が大であった。終戦直後の食料不足による栄養障害が最も重要で、松沢病院では62.3%が栄養障害で1000キロカロリー以下のことも多かったのではないかとしている。松沢病院の患者で著名な人物は、パリ人肉事件の加害者である佐川和正である。フランスの精神病院で精神病と診断されて、 不起訴処分になり、日本へ帰国した佐川を患者として1984年5月に受け入れたが、フランスの診断は誤診であり、精神病患者ではなく人格障害者であるため、刑事責任を問うべきと診断した。フランス警察が捜査資料の引き渡しを拒否して、日本では起訴されずに1985年10月に退院している。大川秀明は永久として、 極東軍事裁判の被告人になるも、精神障害と診断されて、裁判から外され、東京大学医学部附属病院へ入院後に、松沢病院へ転院した。主治医は西丸司法である。2012年に院長が変わった際、薬物使用者の全員通報を求める院長側と、依存症治療を優先する依存症病棟の医師の間で対立が生じた。 その結果、依存症病棟に勤務していた、専門医が全員退職している。東京五輪開催は、道徳に反する、元都立病院長が寄稿。朝日新聞デジタル、https、www. 朝日 .com、articles、asp685jv6p62-078html,if。 イコールコム7リスト例に2021年6月24日、閲覧。八木豪平、田辺英日本精神病治療師金原出版平成14年間 A b 都立松沢病院の新しい本館診療棟が5月28日オープン。広報東京都第805平成24年5月1日、発行 ABCD 爆弾精神科医より、 日本医科大学の全身再生学者創設者、爆弾精神科医より、爆弾精神科医より、爆弾精神科医より、ABC 爆弾精神科医より、松沢病院院長日記、P8 より、爆弾精神科医より、風祭りも松沢病院院長日記、精神医学方向記より、都立病院患者8人に暴力看護師を停職処分。 朝日新聞、都立、松沢病院職員、患者へ、暴力フルー東京、世田谷区、産経新聞、ありがとうございます。